どうもライバロリです。今回そのみつるくんパーティーで冷凍に潜ってみたということで動画上げさせてもらったんですけど、その純正みつるスタン、ポケモンオメガルビーアルファサファイア内のみつるくんが使ってくるみつるくんのパーティーの持ち物って、エルレードがメガストーン、ガブリアスがゴツゴツメット、ロズレードが黒いヘドロ、ファイアローが命の玉、マリルリが、突撃直帰、チバコイルが風船を持ってたんですけど、正直この持ち物で、まあ、ミツルくんの技構成真似して冷凍に潜ったところで僕勝てると思わなかったんでちょっとミツルくんには申し訳ないんですけど、こんなゴミパーティーで勝てるわけないんで、僕風にねアレンジして冷凍に潜ってみました。そしたら割と勝てたんで今回紹介させていただこうかなと。でアレンジ、まあ、パーティーアレンジして対戦したらということを、まあ、ご了承の上動画を見てもらえればなと思います。でまあ僕がどんな型に変えて使ってみたか、使ってみてるかとかいう予想をしてもらっても結構面白いんじゃないかなと。まあ、一つだけ可能性を潰しておくと、ガブリアスのステロ展開からのそのエルレード、ファイアロー、マリュリあたりが積んで抜いていくっていう、そういう積み展開のパーティーではないです。それ以外の何かなんで、そこら辺から予想してもらえればなと。では対戦の方どうぞ。F スペードシイタケさん、対戦よろしくお願いします。コジョンド、クロバット、メタグロス、マリルリ、レイジュ、ランドロス、シャンデラ。なんか結構あれですね、なんか珍しいっていうか、特になんかコジョンドとクロバットが珍しいっていうか、まあ、メガ進化はメタグロスですかね。どうしようかなこれは、どうしよういやこのパーティー使うのこれが初めてなんで、あのどうすればいいか分かんないっていう、自分でもなんか何を選出すればいいか分かんないっていうちょっと状況に陥ってるんですけど、どうしようかな。なんかとりあえずマリルリ投げとけば困らなさそうではありますけど、どうしよう、ファイアローアローてかメタグロスどうすんだこれ、メタグロスに全員殺されないか、いやちょっとどうしようやばい、何も決めれない、やべえな。初手なんだろう、初手多分ランドロスか、なんだっけ、上のポケモン。あいつだと思うんですよね。コジョンド。じゃないかなと思うから。エルレードから入るか。エルレアロー、ジバコとか。対戦よろしくお願いします。まあ、メインポケモンはエルレードなんでね、積極的に出していかないと。対戦よろしくお願いします。クロバットこれ完全に出し負けましたね、やばいなこれこれいやでもいや、ジバコイルに引くか、ジバコイルこれ頑丈なんでちょっと後出しするのもったいないんですけど、多分ここは普通に飛行技で突っ込んでくると思うんだけどな、マジかよ相手エスパー技打たれてたらどうしたんだ。で相手のパーティー電気向こうが一匹ランドロスがいますね。問題はランドロスが裏にいるかどうか、いるかなランドロス、いやラスターカノンの通りが結構いいからラスターカノンでいいか、トンボ帰り、でまあ、このジバコイルアナライズじゃないんで多分ランドロス一撃じゃ落とせないと思うんですけど、まあ、ランドロスラスターカノン、メガネラスか、どんくらい入るか、落ちたらうまい、直帰やんこれ相手のランドロス直帰ですやん、いやファイアローお出しで、トンボ打ってくるかな、めちゃくちゃ硬いな、ここはちょっと素直に自信打ってほしいけど、素直にここはちょっと素直に自信打ってほしいけどな、どうでしょう、まあ、トンボ帰りとかでもいいですよ、僕のファイアローはまあ場に入れれば持ち物とか何持ってるか分かると思うんで自信、まあこれは美味しいですね、まあでも多分直帰なんでここから技変えてくるはず、でここは
鬼火あ、鬼火以外でもよかったんですけど、その岩石封じとか撃たれた場合死んじゃうんで、岩石封じ、まあ、ハイアローが何持ってるかって話なんですけど、やっぱ岩石封じだったら死んでたか、鬼火入れてなかったら。まあ、脱出ボタン。あ、てか追い風でもよかったか、追い風エルレ降臨でもよかったかもな。でエルレード、でメガ進化して、ここはレートパンチでいいか。素直にランド切ってくると思うんだけどな。受け出しが成立するとすればマリルリメガ、このエルレードのこの中二病くすぐるこのフォルムめちゃくちゃたまりませんよね。ベンチエルレードって、そのメガエルレードって身代わり剣前、そのクレステリアとか水軍あたりに身代わり張って、で剣前して抜いていくって方が結構メジャーだと思うし、そのエルレードが僕もメガエルレードを使うにおいては一番強いと思ってるんですけど、まあ、ちょっと訳あってこの構築ではこの技構成になってます。なんだっけ、その水軍とかクレセリアあたりは割と地箱いるとかで処理できるんで、なんかわざわざその構成にエルレードをする必要はないなと思って、範囲の広いこの構成にしました。メタゲロスどうすっかな、グロスか。まあでもこれエルレード取っといても仕方ないですからね。エルレードインファイト打ちましょう。どんくらい入るんだろうこれHP 見てもらえれば分かると思うんですけど、これエルレード全然その A に振ってないんで、このインファイトがメタゲロスに対してどのくらい入るかってのが分からないんですけど、あーでも結構入るな、思ったより入る。で急所でこれかーい弱っこれ急所入ってなかったら半分いってないんじゃないか。グロス、え耐える、マジで、いやー、いや耐えたけど、あーてか耐えるんか、どうしよっかな。バレットで死にますよね、アロー投げるか。バレット二体する、ちょっと待って、このファイエローメタグロス抜いてたっけな、自分のポケモンの調整すら覚えてないっていう。184、これメタグロス抜いてんのか。184って110族の最速っていくつですっけ。いや抜いてるな、抜いてる、抜いてるってことは上からフレアドライブ決めれる、フレアドライブ、おっし、これは勝ったんじゃないか。はい、フレアドライブメタグロス処理これは割と綺麗にいきましたねクロバットで追い風で、その何してくるか。あ、対戦ありがとうございました。ジョンさん対戦よろしくお願いします。じゃ相手のパーティーやばすぎだろ、どんだけキャッチしたいんだよソーナンスゴチルゼルトエキスファイアロー月光がガルーラ、なんかめちゃくちゃキャッチしてくるポケモンがいますけど、どうしようかな、どうしようかな来るかな、キャッチポケモン来るかな。迷いますね。初手何投げるか、初手何にしよっかな。普通にエルレードとかから入っていいか。いやエルレードで、エルレードが捕まえられちゃったら死んじゃうんで、そのソーナンスに間違いなくエルレードを殺されちゃうんで、そっからうんたんしていけるポケモン、そっからうんたんしていけるポケモン、どうしよういや、いないな、そっからうんたんしていけるポケモン。自爆ガブ対戦お願いします。さっきと戦士と同じになっちゃったな。
エルレイド、ガルーラ。これガルーラどうなんだ、このガルエルレガルーラって対面、ガルーラが普通どうするんだろう。 S は初速はガルーラが勝ってるじゃないですか。ステミとかだったら突っ張ってくんのかな。ステミだエルレぐらいだったら落とせるみたいな感じで、インファ突っ張ってきた。え、猫魂ですか、もしかして猫魂か。はい、見せてやれお前の力を。ステミタックル、ステミタックルはね耐えますよ、このエルレード。なめてんじゃねえぞ。ノーマルタイプの分際で格闘タイプに突っ張んじゃねえ、消えろ。なめやがって、誰だ裏から出てくるの、ゴチルゼル、ゴッチン。これ超圧入れといたら賢いか。はたき、はたき超圧でいいか。最初はたき落としましょう。早いんだけど。ちょっと待って。相手のゴチルゼル早いんですけど、早いな相手のゴチルゼル。これジバコイルは取っときたいんですよね。なぜ取っときたいかっていうと、ジバコイルは相手のラスイチが月光がだった場合ジバコイルじゃないと詰むんで、ガブリアスで、ここはまあ問答無用ハチマキイキリンですよ。引っ込めた、やめて、トエキッスやめて、トエキッスやめて、トエキッスはいけません、トエキッスはトエキッスはいけません、ジバコイルで。でもトエキッススカーフじゃないんでしょ。ここは別にゴチルバックでもいいや、まだなんとかなるか。千葉コイル、いやそれは全然構わないよ。え、だってこスカーフゴチルゼルでしょ、やることないでしょ千葉コイルに対して。何やんの、ボルトチェンジ打つか、トリック。おいしいおいしい。てかこれ僕の千葉コイル結構 S 振ってるんで、これあれですよ。多分スカーフもらったことにより、トエキス上から叩けるようになりましたよ。ボルトチェンジ、ガブリアスで、これはもう激輪を打つ理由がないんで、ハチマキストーンエッジをぶちかましましょう。見せてやれお前のパワーを。多分ここ引いてくると思うんだけどな。あ、でもいらないか、ゴチルゼル切ってくるか、取っとく意味ないしね。おら！あれ硬っ。ちょ、え、マジで、え、ガブリアスハチマキ持ってるよね。ゴチルゼルってこんな硬いの、あれゴチルゼルってこんな硬いの、ハチマキ持ってるよな。あ、ハチマキ持ってるし、エイブンブッパ。え、マジで買った、絶対落ちると思ったけど、スカーフゴチルゼルぐらいなら。はい、トイキッス。耐えれるか、耐えると思ってんのか、ハチマキエッジ。対戦ありがとうございました。ぶち込めませんでしたね。カズキさん、対戦よろしくお願いします。ヤドラン、クチート、ウルガモス、月光がキノガスタ、ガブリアス、これは何ですかね。トリックルームか、上2枚はちょっとわかんないけど、どうしようかな。これはマリルリオを投げていきたい、マリルリオを出していきたい、というか相手の月光がどうしよう。月光がめっちゃ重いな。いや、ジバコから入るか。ジバコイルが頑丈あるんで、まあ、ガブリアスにも一発決めれる。まあ、きついのが対ガッサぐらいだから、ジバコ、ジバコ、どうしよう。いや、ちょっと待ってよ、別に月光が地箱じゃなくてエルレードでも相手できんのか、頑張れば。いや迷いますねこれ。いや、地箱でいいか、地箱ロズレ、地箱ロズレだったら、でも口人が結構、口人もガモスも舐めてるしな。
ファイアローでいいか、そう考えると。このパーティー の、 その中軸がファイアローなんで、脱出追い風からの効果力でゴリ押しっていうか、それがなんかパーティーコンセプトとなってるんで、まあ、ファイアローは割と多分選出率が高めになるんですけど、クチートか千葉コイル、これ畑落とすって脱出ボタン消されるんでしたっけ畑落とすって脱出ボタン消されたんだっけな。ここボルトチェンジ打ちたいけど、10万でもラスターガロンでもクチート落ちないんで、メガクチボルトチェンジ、ここでも僕ラスターガロンとか選択する可能性もあるんで、ガブリアスは出せないと思うんだけどな。このボルトチェンジは通ると思うんですけど、なんでオッケー突っ張ってくる。で多分ここ畑落とすか牙。あボルトチェンジで、まあファイアロー投げなんですけど、あ牙はうまいですね、牙はうまいですね、畑落とすよりはうまい脱出でこれ地箱投げたら多分クチート不意打ち選択してくるんで、ちょっとロズレ投げます。ロズレード、このパーティーミツルパーティーにおいて一番足引っ張ってるのってロズレードだと思うんですけど本当ロズレードはどういう型で使おうか迷いました。で結果こうなって、ここ多分不意打ち打ってくるんで眠りゴラ打ちます。あれ、まあいいや、当たったから。まあ当たったからいいや。オッケーオッケー。で、目覚めるパワー。これは炎ですね。で、テクニシャン補正も入るんで、クチートぐらいだったら、この HP のクチートは間違いなく持っていけるはず。で、眠りごな見せたんで、多分身代わりとか警戒するなら、ここ、不意打ち打てないと思うんだけどな、クチート。どうでしょうか。オッケー通る。で、口じゃなくてそのロズレード相手に投げてこれるのが合祭以外。合祭以外ってめっちゃ適当ですけど、まあ普通に合祭とヤドラは普通に考えたら投げたくないでしょうから。ってことはこれここでキノガッサを投げざるを得ないってことはラス1あれじゃないんですか。ヤドランなんじゃないの。ヤドランでしょ。ヘドロ爆弾で、やるやんゴミとか言ってすまん、やるやん意外に。いやーヤドランだと思うけど間違いなく。ヤドラン、オッケー。これはロズレードが結構うまくハマったんじゃないか。リーフストーム吹き飛ばせ。対戦ありがとうございました。ちなみに僕のロズレードは達人の帯持ってます。タクロさん対戦よろしくお願いします。ヘラマンダ、クレセドラウン、なんだっけあいつモコモコ、ウサギ対戦お願いします。これはメガ2枚なのかな、上2枚がメガ進化なのかちょっとよくわかんないけど、どうしようかな。これは、まあ、クレセドラウンをどうやって崩していくかなんですけど、いや出てこないと思うけどな。クレセリアとヒードランの並びで出さないと思うんですけど、割となんかエルレードで牽制できてそうだけどな出てこないと信じてるけど、ガブって言ったしょってガブガブリアス、ファイアローマリルリ対戦お願いします。
はい。多分初手ガブでヘラ、これは多分悪くないと思うんですけど、対面としては。ヘラか。まあここは素直に激凛でいいですかね。ハチマキ激凛。ヘラなんだ。マンダが来ると思ったけど、エルレードちらつかせとけば。で、僕のパーティー割とマンダの通りもいいんで、これ多分ヘラクロス耐えると思うんですけど、ミサイル針はでもガブリアスも耐えますね。あれ？あ、死にましたね。はい。死にましたね。どうしようかな。死んじゃったんだけど。で、こうファイアローを出してもな、ファイアローを出してもなって感じですよね。で、マリウリー出してもな。ファイアローから入るか。ファイアロー、ヒードランいたら罪かな。ブレイブバードを、まあ、ブレバでいっか。ヘラ引っ込める、ヒードラン、はい、詰みましたね。これもう勝てないんじゃないか。ラス1が何だったら勝てるんだ、これは。何だったら勝てるかな。マリルリでしょ、僕。ラス1で勝てる可能性があるの、右下ぐらいしかないんだけど。右下、あ、ドラン残飯じゃない。これはラッキーか、追い風。メガネってことでしょ、残飯じゃないってこと。まだチャンスあるか。追い風、はい。多分メガネドランの攻撃っつっても、原子の力以外だったら一発耐えると思うんだけど、ラスカは耐える耐える耐える。まだブレバを打つ機会となれる、このファイアローは。脱出、脱出していく。すいません、マリルリで、あ、やべ、こいつ。こいつヒードランに一番通る技がバカ力じゃん。あ、やべえな、これは。悪事じゃ絶対、あー、バカ力打つしかないか。はい。あんまここでバカ力打ちたくなかったな。クレセリアだったら、結局負けになるんですかね。ってとこですけど、そのホルードとかだったら全然チャンスある。ヘラクロス、ヘラクロス。ここでヘラクロスからしか入ってこれないってことは、ラス1ホルードなんじゃないの。じゃれつく、はい、耐えれるわけがないよな。A1 段階下がってるっつっても抜群だし、こっち弾持ってんだから。はいはいはい、いやこれは勝ちでしょ。せっか、悪事打つべきか。いや、せっかは耐えると信じよう。バカ力で。OK、通る。これはうまくはまりましたね。追い風マリー。対戦ありがとうございました。で、これ3連勝って、めっちゃ、このパーティー強いんじゃないか、もしかして。うわかりさん、対戦よろしくお願いします。ラティカメ、ナットポリツーサンダーファイアロー。まあ、エルレードが割と刺さってる気がする。エルレードが割と刺さってる気がするから、まあ、出していきたい。エルレーで、エルレー出していくにおいて障害になるのが、主に下2体か。サンダーアロー、サンダーアロー、サンダーアロー。割とロズレードも刺さってる気がするけど、どうしよっかな。これ何から出してくんのかな。いや、ジバコから入るか。ジバ
コエルレ、今回はハイヤローはいらないかな。うん、チバコエルレガブで。対戦よろしくお願いします。で、自爆オイルは僕メガネで使ってるんですけど、やっぱりメガネが一番最強だと思うんですけど、使ってて気持ちいいですし、自爆オイルのメガネ火力あって、ファイヤローこれは出し勝ちなんじゃないか。相手のパーティー電気無効にできるポケモンがいないんで、ここはボルトチェンジが安定する。ボルトチェンジでトンボ返りがあるならトンボ返り、まあ、もしくはフレアドライブ。後出しが磁場コイルに安定しそうなポケモンが、まあ普通に考えるとナットレイが無難なのかな。相手のパーティーと割と磁場コイル重そうですけど、でもナットレイも磁場コイルがその自極だったりしたら逆にやられちゃいますから、結構不安が残るとは思うんだけど。迷ってるってことは引っ込める。誰だ誰だ、ラティオス。ああ、まあ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 、ボルトチェンジ、フレアドライブすら打たなかったってことは、フレアドライブないのかな。そのブレバワンウェポンの鬼火挑発跳ね休めとか、なんだろう、鬼火剣舞跳ね休めとか、そんな感じなのかな。これガブリアスから入れないんでエルレート立ちます。で、ここは多分ラティノ流星群ぐらいなら耐えると思うんですけど、はたき落とすでハイアローにも一貫するはたき落とすを打ちましょう。いけー流星群、当たる、耐えるよねもうこのポケモンに不安しかない、信用が置けないこのポケモンに。おお、いいね、やるやんやるやん、オッケーオッケー。どっちにしろもうあれだから、ファイエローには何もできないんだから、ラティオス処理してくれといたらいいよ。メガネ、ファイヤロー、ラスイチなんだなんだラスイチ。炎技あるかな。いや、一回ガブリアス出すか、一回ガブリアス出し、うん、なんかフレアドライブあったら割とここフレアドライブってくると思うんだけど、一回ガブリアス出して、で、ブレバワンウェポンだったらブレイブバード打ってくるんですかね。鬼火はやだな、鬼火はよろしくないな、鬼火はよろしくない。相手のラスイチなんだ、カメックスじゃないのか、カメックスじゃないのか。磁場コイル出します。ファイアロ引っ込める、カメックス、オッケー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 これで磁場コイル、いくらカメックスといえど、磁場コイルのメガネ10万は耐えれない。で、これ上から叩かれるんで、まあ、ここは10万ボルトでいいでしょう。カメックス。あ、うまいうまいうまい、マジで上からいける、上からいっちゃうこれはめちゃくちゃ美味しいよ。てか、この動画あれだな、エルレードが活躍する動画ってより完全に磁場コイルが活躍する動画みたいになってるんだけど、大丈夫か10万ボルトで勝ちでしょ、頑丈残ってるし。対戦ありがとうございました。ご視聴の方ありがとうございました。まあ、動画を見てもらってても分かったと思うんですけど、割と勝てましたね。その全部で5000やったんですけど、裏で4回勝って、まあ、1回負けて、その1回負けた分は動画に上げてないんですけど、1回負けたのもファイアローが鬼火外さなければ勝ってたんで、まあ、実質全勝っていうことで割と強かったんじゃないかなと思います。で、またなんかこういう、今回は結構楽しかったんで、やりたいことをやる対戦動画上げてたんで結構楽しかったんで、またこういうね、やりたいことをやってるレート対戦動画上げれればいいなと。まあ多分次回動画上げるとしたら普通のレート対戦の動画になると思うんですけど、
機会があればぜひ、まあ、暇があったら今日使ったそのミツルスタンバージョンライバルリーエディションでニコニコ生放送とかで潜るかもしれないんで、よろしくお願いします。パーティーの詳細とかは動画説明文に貼ってある、多分ブログの方に書いてあると思うんで、そちらから飛んでいただければなと、知りたい方がいればね、飛んでいただければ詳しい調整と採用意図と多分書いてると思うんで、よろしくお願いします。まあそのくらいですかね。次回動画がいつ上がるか分かりませんけど、また機会があれば見てもらえれば嬉しいです。それではお疲れ様でした。さようなら。